こんにちは、ここは愛知県名古屋市名古屋駅です。私はね、名古屋結構好きなんですけど、その割にはしょっちゅう来るしね、好きな割には名古屋をまともに見て回ったことはなくて、 SKE48 でいいんですよね、あれね、有名なあのアイドルありますけど、 SKE っていうのは名古屋で最も栄えた栄地区、その場所を言うんだそうですね。まあだからその一番栄えたところ今まで一度も行ったことがないので、ちょっと今日はねそこ行ってみようと、まあそういうわけです。よろしくお願いします。行ったことないのに偉そうに語るのもあれですけど、まあ、多分札幌駅とすすきのの関係に似てるんじゃないかなと思うんですが、名古屋駅から地下鉄東山線に乗って5分ぐらいで到着するそうです。ここが有名な栄駅です。あ、これ駅名表じゃなくて、これが看板かな、一文字。昔はいろんな町名があったらしいんですけれど、それがまあいろいろまとまって栄というふうに呼ばれるようになったそうです。地上に上がってきました。立派なところ。ちょっとね、この横断歩道のそれぞれの四つ角に植え込みがあって、一番よく映せるアングルはその辺なので、まあ、邪魔になっちゃうかなと思って近寄りがたいんですが、ここに立派な三越デパートもあります。デパートがこの栄に3つあり、また名駅名古屋駅に1つあり、名古屋には主に4つあるそうです。あと伊勢丹とかもあったからもっとあると思うんだよな。また私も初めてその姿を見ましたけれど、名古屋の名所テレビ塔、一応あれは名駅からも見えるんですが、ああいう風になってんですね。札幌のテレビ塔に酷似しています。ただどちらかというと、まあ、東京とかの大都会に比べるとスカスカに見えます。これはスカスカだってディスってるわけではなくてですね、あの道がこのように広いので、もう片側4車線4車線とか、これもここも4車線、ここは3かな、そのぐらいの広さみたいですけれど、まあ、そうすると交差点がとにかく大きくなって、その分建物の密度もどことなく低く見える、まあそういうことかなと思います。すごいですよねこれね。あそこもこう長い信号を渡ってますが、まだ名古屋の道の広さの本気はこれだけはとどまりません。ここに大津通りっていうのがあって、今私はこの交差点をね眺めてるわけです。これも相当広いですけどね、立派な道路ですが、名古屋の道の広さ、まあ、その中でも最も有名なものこれです。これはね久屋町通りっていうんだったと思うんですけれど、この道は100メートル道路として呼ばれておりまして、横の幅が100メートルほどある大変立派な道路です。これが100メートル道路、久屋町通りです。確かに立派な通りです。これはでも見るとあれに似てるなと思われる方が多いと思うんですけれど、やっぱり札幌の大通公園ね、それと本当に酷似しています。左右5番の目でこのように車が行き交い、垂直に太い道路、その真ん中には緑地公園があって、これは大通公園と呼ばれており、つまり札幌の公園と同じ名前です。左にね、こんな風にテレビ塔があって、テレビ塔という名前すら札幌のあのテレビ塔と同じですから、まあ多分元祖としてずっと使われているのは札幌なのかなと思うんですけれど、この名古屋も、まあ、札幌のそのまた機能と同じようにこれが建設されています。ただし名古屋の街は、まあ、もちろん札幌の街よりもはるか昔から歴史がありますので、じゃあなぜ栄がこんな風に立派な計画の、都市で5番の目の形をして大きな道路も真ん中にあるのかといえば、それは名古屋城も燃えた大空襲によってこの辺り一帯焼け野原になったからで、その戦災復興の時に合わせて、じゃあこのような大きな道路を作ろうと、まあ、そういうことを計画したんだそうです。もちろん多数の自動車が往来できるように、片側これは今4車線かな、向こう側がどうなっているのか分かりませんけれど、そのような、豊富な交通量も対応できるような、大きな道路、まあ、それから真ん中に大通公園を作っているのは、これはあの緑地帯と、まあ、公園として作ることの他にですね、やっぱり札幌と同じように防火帯としての意味があるそうです。札幌の大通公園は見るとなかなかね、あの民間部門のすすきのの火災を札幌駅周辺のお国の施設の方へ延焼させないためにという目的で大通公園が作られていることが見ているとよくわかるんですが、まあ、ここはそういうね、あのお国の分野と民間の分野であの火事をこっちに持ち込むなみたいな、そういう感じは見たところはありませんけれど、まあ、でも防火の機能は十分に果たすでしょう。まあ、ここがねもしあの焼けてしまっても、まあ、三越は全焼しても向こうのあの古め返しビルまではねそう簡単には火は移らないでしょう。大通公園の真ん中まで来ましたが、さすが立派な眺めです。札幌よりもねなんかちょっとこうなんだろうな、違いあまり感じるものはないように見えるけど、札幌より横幅が広いでしょうかね。まあ、ともかくあとは目の前で工事をしているからちょっと雰囲気がそこで失われてはいますけれど、でもこの大都会の中にこういう広い空を作る余裕があるっていうのが、またそれがね逆に一つの計画された大都会という感じがしていいもんです。反対側向きますと、これがそのテレビ塔です。本当どこからどう見ても大通公園そっくりなんですけどね、まあ、同じような目的で作られているから同じような姿になるのも当たり前です。
日本で数多くこのような 100m 道路を作る計画があったそうですが、 GHQ の反対などによって、まあ、そんな立派なものを作ってもしょうがないんじゃないかと言われてですね、名古屋市にこれが2つ、そして調べたところ広島にもこういうのがあるそうですね。私も通ったことあるのかもしれませんが、名古屋、広島、それからもともとあったものとして札幌と釧路にこのような形をした大通りがあります。今ですね、この大通公園の工事をやってるそうでして、2020年、つまり来年からリニューアルオープンするんだそうですね。ちょっと一番見応えの悪い時期に来ちゃったかなという気はしなくもないんですけど、しかしまあその代わりにですね、この立派な名古屋のシンボルたる大通りが今まさにほっくり返されて工事している様子をご覧に入れられるということでもありますので、まあ、ここはポジティブにいきたいと思います。でちょっとそのテレビ塔の脇の方に来たらですね、面白いものを見つけました。これオアシス21っていう名前の商業施設らしいんですが、上を見るとね、なんかこう歩いてんだ、なんだと思ったら、そこにエレベーターがありまして、それに乗って多分タダで行けるんじゃないのかなと思うんですけれど、ルーフフロアとか書いてありましたから、ちょっとタダだったらね行った方がいいですよ。これタダなもんですから、いろんな人がねみんな集まって遊んでますけど、これタダだったら絶対登った方がいいですよ。どういう場所かっていうのは少し高いところから見るとかなり分かりやすくなります。工事の具合はかなり進んでるようで、これは元からこういう構造だったのかなと思いますけどね、こんなにほじくり返してなかなかこれはいい時に来たんだなと、まあ、そう思っとくことにしましょうね。ここのこの裏路地みたいなところですらも、まあ、やっぱり名古屋規格かなり太いですが、これは一方通行のようです。路上駐車しやすいようになってるんですかね。でこのテレビ塔の真下のところからね、セントラルパークって書いてある、これか書いてあるんですけど、多分地下通路だと思いますが、この地下もかなり充実してるみたいです。まあ、札幌市も地下はかなり充実してますからね、それもまたなんか勝手に似てるななんて思いますけれど、どうなんでしょうか。地下はねこんな感じでいろんなお店が並んでるところでしたけど、まあ、レストランカフェみたいなのもあって、お昼ご飯まだ食べてないんでね、お昼はこのコメダコーヒーにしようと思います。これは名古屋発祥なんですよね、以前にもご紹介しましたか。前にも一回皆さんにご覧に入れたと思うんですが、これが小倉トーストです。だから名古屋の人に聞くとね、これをいつも食べるっていう人もいれば、いやこんなん食わないよっていう人もいて、まあどっちもどっちなんですが、ともかく名古屋に根付いていてその名物であるということは間違いなさそうです。私も2回目ぐらいかな、これ食べる、3回目とかだと思うんですが、まあ美味しいですけどね、そんなに毎日食べようというほどではないんですが、たまに食べる珍味としてはとてもありだし、名古屋に来るとこれが食べたくなります。特に今日みたいな疲れた日にはいいと思います。コメダコーヒーは美味しかったですが、上に上がってきたこのテレビ塔もまた工事中でした。テレビ塔と大通公園と一体になって工事してるみたいですけど、このテレビ塔についても一応簡単にご説明しておきますか。これはもともと建てられたのが今から60年以上前、1950年代のことだそうです。この名古屋の街のあちこちに今電波を発信する目的で作られましたが、地上アナログ放送の放送停止に伴い、もう電波の発信は今テレビ用のものはしていないそうです。このねテレビ塔の形をしているものっていうと、まあ東京タワーとかねいろいろと挙げられますけれど、昭和何年の中に東京タワーみたいなそういう高い60メートルを超える塔については、赤と白の2色で塗らなければならないというふうに決められたんだそうでして、まあ航空法か何かかな。テレビ塔はね幸いなことにそれよりも前に建てられたために、赤と白の塗装をすることはまあ必要とないようになって、それでまあ独特のこの外観を保っています。そこの1階の展望台というのが分かりませんけどね、この部分、これが高さ30メートルで、展望台はこれもうちょっと上の方です。まあ、塔自体の高さが何十メートルなのか分からないですが、まあ、そんなにものすごく大きいわけではないんですけれども、他の大きいビルにもねそんなにものすごく優越するわけではないんですが、まあ、しかし、名古屋のシンボルとして長く親しまれています。前にこのテレビ塔がもうちょっと経営が危ないんじゃないかって言われている時がありましたけどね、でもその時もテレビ塔は潰さんと名古屋の市長もそういう風に言ったぐらいシンボルとして愛されているそうです。ちなみに今調べましたが、高さは180メートルだそうです。まあでも確かに180メートルって言われるよね、まあまああるかなと思いますけど、これぐらいの規模の塔としては、まあ、日本で有数のというわけではありませんが、これができた当初は日本で一番高い建物とかもうそれぐらいに匹敵するものだったんじゃないですかね。なんたって東京タワーよりも古い建物なわけですから。でまたあってこれ一生懸命工事してますけど、何を工事しているのかなと思ったら、相当古い建物なので免震構造、それを働かせるための工事だそうです。免震構造ってのはJR の東京駅丸の内駅舎なんかがそうですが、地震が来た時に、まあ、それとこううまくぐにゃぐにゃ動いてですね、揺れをもうカットするような工法というか仕組みのことだそうです。
地下鉄、名高線、名城線と、まあ、2つの路線が同じ線路を走っているようですけど、たった一駅隣です。これが矢場町駅。位置関係わかると思うんですけど、地下鉄で移動するまでもなかったですかね。僕のあそこにさっきまで見えていた、テレビ塔が見えますが、これもまた同じく久屋大通りです。左にさっきちょろっと見えた松坂屋がありましてね、こんな風に真ん中に、謎のオブジェ、なんかオブジェ、噴水、それから銅像の類が本当にここは多いんですけれど、まあ、ともかくやっぱりこう緑にちょうどまだ新緑の時期、本当に来ていて好ましい時期だなと思いますが、これをですねぐるっと後ろに回ると、今奥のあたりにまたもう一個ね大通りがあります。こちらが若宮大通りで、名古屋にある2大100メートル道路が垂直に交差するところです。これ左からねこういう風にこうやって見ると交差点がなんかいっぱいあるように見えるじゃないですか。でも実際にはただ道路が一つずつ垂直に交差しているに過ぎないんですよね。あまりにも道路の本数が多すぎて、また、中央分離帯である、大通り公園もありますから、そのおかげで大変なことになっているわけですが、この今高速道路とその下を通っている、まあ、これが若宮大通りです。これもまた100メートル道路、向こうの岸まで100メートルあります。わかります？このこっちが手前側の、1、2、3、4車線、奥も4車線なんですかね、あちらにこう車が通っています。その間にはまた私が今立っている、久屋大通りと同じように大通りの公園があります。でこっちもまた、まあ、さっきと同じ紹介になりますけれど、右側 の、 あのローソンとかあるところが、今、画面右手前の方へ向かおうという4車線で、あちら側にもまた奥のテレビ塔方面へ向かおうという5車線、4車線かな、それが並んでいます。あまりにも大きい道路が多すぎて、ね、ちょっとどうなってるのか分かんないですけど、まあ、これが名古屋の一番の魅力なのかなと。その奥にはテレビ塔ですよ。これ素晴らしいですね、美しい緑。ちょうど工事の地図がありましたけど、まあ、こういう形ですよね。これ見れば分かると思いますが、本当に立派なもんでね、これ本当に同じ、両方とも同じ100メートルなのかな。あの100メートルで切りがいいから、あのそれで100メートル道路にしたというのが計画の由来らしいんですけれど、なんかこっちの久屋大通りの方がかなり大きく見えますけどね、そんなことはないのかな。こちらが今境に向かう久屋大通りの右半分、こちらは、若宮大通りの左半分というわけですが、まあ、やっぱり境方面に向かう久屋大通りの方がかなり大きく立派に見えます。まあこっちもね大きく立派なんですよ。ただそれを比べると久屋の方が立派かなという感じなんですが、あのこっちの道路はですね、じゃあその大通り公園がどのように活用されているのかというと、テレビ塔みたいなそういう花形施設はそれほどないそうですけれど、まあこういうオブジェ置き場になっていたり、高速道路の橋脚をそこに通すのに、まあ、役立っていたり、それからこの下にね大きなテニスコートとかそういったものを数多く設けて、名古屋市民のスポーツの場としても活躍しているんだそうです。この間の、緑地帯のところは、まあ、市民の憩いの場であり、緊急時の避難先であり、そしてまた火災の延焼を防ぐための防火施設でもあり、かなり作るのに、ね、お金がかかったと思うんですが、100メートル道路を作ろうというふうに発案したのはどうも名古屋市なんだそうでして、それをきっかけに、まあ、全国、東京、大阪、それからあとはどこだっけ、もっとなんかいろいろ九州とかでも作る計画があったとか聞きましたが、いろいろと100メートル道路をやるぞって言ったんですけれど、まあ、結局、どっちラインだったと思うんですよね。あの緊縮財政をやれと言われて、そんな道路を作るお金はもうありませんよ、結局中止になり、ただ名古屋は意地でその自分の計画をそのまま突き通して、今でも、その町の名物としてそれが残っているということです。なおこの町の名物となっている100メートル道路については、最初からねこれはあの名古屋の名物にするとそういうあの考えもあったらしいですね。実際私は名古屋の名物の一つに道路を挙げたいと思いますが、あの道路観光っていうのは、ね、本当にここの町は立派ですんで、あのしてみるとそれだけでも一日楽しめると思いますよ。ウィンカーをつけずに車線変、あ違うか、あれはただ普通に左に曲がったらしい、ウィンカーもつけてましたが、さっきねあのものすごい勢いで突っ込んできた車とか、あのそれからもうなんかすごいスピードで急停止して、ようやくこの停止線の寸前で止まるとかね、そういう、まあ、私が見てもちょっとこれは怖いんじゃないかなみたいな車があの結構見られたんですけど、まあ、名古屋の有名な名古屋走りですけどね、実際愛知県は、交通事故の件数が多いのかな、確かね件数が日本で一番多いんだったと思います。ただ事故率が多いんではなく、車が多く普及している愛知県だからこそ事故の件数が多くなるということもあるんで、それだけで名古屋の運転が荒いとは言い難いのですが、やっぱり見ているとね、この道路であの多数の車が通りますから、やばい運転、そこそう入ってくのみたいなのが、免許持ってない私でさえも見ていて面白いことがありますので、それもまた名古屋の観光の一つとしてね、面白い文化だと思います。